2017年東京都議会議員選挙は2017年7月2日に執行された東京都議会の議員を選出する一般選挙。都議選のポスター掲示板築地市場の豊洲地区への移転問題や受動喫煙問題、待機児童問題など2016年に就任した小池由里子東京都知事の都政運営などが争点に挙げられる。なお、今回から 議員定数が変更となり、北区と中野区がそれぞれ一元、北、多摩大三区と町田市がそれぞれ一増となる。公職選挙法の改正により、選挙権が満18歳以上に引き下げられる初の都道府県会議員選となる。東京都議会選挙は、1965年の東京都議会実施解散による選挙のために執行時期がずれたため、 東日本大震災の被災地を除けば、統一地方選挙にて執行されない三つの都道府県議会選挙の一つである。啓発ポスター PR イベント等に登場するイメージキャラクターは2017年2月に18歳となった橋本環奈が務めた。前回2013年の都議選で公認候補が全員当選し、圧勝第一党の自由民主党は、 小池知事並びに都民ファーストの会と全面対立第一党を維持できるかどうかが争点であるが2016年12月に公明党会派が1979年から続いてきた自民党会派との連携を見直し事実上の連立解消を表明同じく12月には都議会議員3人が都議会自民党に対し会派離脱届を提出新たな会派 新風自民党を結成、翌2017年2千十七年二月には、新風自民党と議会議員三人のうち、二人が自民党に離党届を提出、二0日付で自民党東京都連により、離党届が受理、都民ファーストの会に合流、などの事態が相次いだ。五月、自民党東京都連は、都議選に向け総決起大会を党本部で行い、公認候補六十人を披露。 5月19日、自民党東京都連は、豊洲総期意見などを柱とするマニフェストを発表。6月2日には、中山京子代表を率いる日本の心が、自民党、候補60人全員推薦を決定。都議会、第2党の公明党は、3月に、都民 F と公明党東京都本部が、東京都議選における選挙協力を行うことを発表。 公明党は42選挙区のうち、1人区と新人候補を擁立する2人区で、都民 F が擁立する候補を推薦。一方、都民 F は公明党の公認候補23人をすべて推薦する。5月11日、公明党を東京都本部はマニフェストを発表。罰則規定がある受動喫煙防止条例制定や、2020年東京五輪、 パラリンピック大会組織委員会の経費透明化や議会のチェック体制確立などをマニフェストに盛り込んだ。前回2013年では都議会における第三党、野党第一党に躍進した日本共産党は37人の公認候補要率4人の候補を推薦、支持。小池都政には是々非の立場を取りつつ、現有17議席を確保し、 新たな議席の獲得を目指す。5月8日、共産党東京都委員会は、豊洲市場の移転中止を中心とするマニフェストを公表。なお、都民 F との選挙協力について、共産党側は、豊洲市場への移転を進めてきた公明党との選挙協力をしている以上、協力できないとコメント。前回の2013年では議席を大幅に減らし、惨敗。 1> 第1党から第4党にまで転落した民主党を前進とする民進党は旧民主党系の都議会民進党と旧維新の党系の民進党都議団の2つの会派合流新会派東京改革議員団を結成4月7日民進党の支持組織日本労働組合総連合会東京支部連合東京は都民会支援を約束する 合意書締結を発表。内容は、連合東京が都議会選の都民 F の公認、推薦候補の活動支援について協力、努力するとした。一方、都民 F は長時間労働の是正など、連合側が求める政策推進が定められた。ただし、連合はこれまで、通り民進党候補の応援も行うこととしている。 5月9日、民進党東京都連は、いわゆる、東京都版、子供手当支給や、小中学校の給食費無償化など、子育て支援を中心に7つの重点政策の、マニフェストを公表。民進党は一部の公認候補が離党、都民 F に移籍する、離党ドミノが相次いだが、23人が立候補。小池都知事率いる、地域政党、都民ファーストの会が参戦。 都民 F は議会改革や受動喫煙防止条例制定など13テーマの基本政策及びマニフェストを掲げ6月1日開催の都議選総決起集会の中で小池都知事主催の政治塾希望の塾の塾生をはじめ自民党民進党から脱退し合流した現役都議など48人の都議選公認候補がお披露目された 都民会単独での過半数ではなく、選挙協力を行う公明党、生活者ネットら支持勢力と合わせての過半数を目指すとしている。なお都民 F は公認候補50人を擁立したほか、公明党、生活者ネット、さらに無所属候補11人などに推薦を出した。社会民主党は、世田谷区選挙区より候補者1人擁立。 社民党は2001年の都議選で議席がゼロとなって以来回復していないため16年ぶりの議席獲得を目指すとしている。東京都議会の地域政党東京生活者ネットワークは4人の候補を擁立。なお生活ネットは都民 F と政策協定を締結、生活者ネットの公認候補一人を都民 F が推薦することでも合意。なお、 西崎光子代表は、今回の選挙では、地盤を新人候補に譲り、自らは出馬せず引退を表明。日本維新の会は、都民 F との選挙協力は、一切行わず、単独で候補要率を表明。ただし、選挙後、都民 F との連携には前向きに検討するとした。3月25日、維新の会は決闘以来本拠地大阪で行ってきた、党大会を、 今回の都議選を見据える形で、東京都内で初開催。都議選における公認候補6人と維新の会が都議選で掲げるマニフェストを発表した。また、小沢一郎代表率いる自由党は、今回の都議選では公認候補は擁立しないものの、国政での野党共闘のパートナーである民進、社民、共産各党の公認候補合わせ23人に、 推薦を出した。また、諸派の動きは、以下の通り。その他、22人が政党並びに、政治団体からの公認、推薦を受けない無所属で立候補。稲田智美防衛大臣は2017年6月27日、夕方、板橋区で開かれた東京都議会議員選挙の、自民党候補の応援演説で、以下のように述べた。防衛省、自衛隊、 防衛大臣、自民党としてもお願いしたい、稲田智美、2017年6月27日、NHK 自衛隊法に違反している、この発言をめぐり与野党、指揮者、マスコミから疑義が出され、同日稲田は、撤回したいと述べ発言を撤回。大使、民進、共産、社民、自由の野党4党は、稲田の自主的な辞任か、安倍晋三首相に対し、 稲田の悲鳴を求めることを示した。議員数が5名以上の会派には代表質問権が、11名以上の会派には議案提案権が与えられている。社会民主党は2001年に議席がゼロとなって以来、その回復には至っていない。東京都議会においては、一人会派の結成自体は認めているものの、都議会における会派は、 議会内に結成された議員の同志的集合体を言うとされていることから議員の集合体ではない一人会派については2001年12月より会派名称の使用を認めず一律に無所属と称することが決められた。ただし公式サイトでは会派名、無所属の後ろに括弧書きで所属議員が名乗っている団体、会派名を表記している。 6月23日に告示され、42選挙区、定数127に対し、259人が立候補。前回2013年の253人から6人増。ちなみに、今回の都議選では、女性候補の人数は65人となり、およそ4人に1人が、女性候補と過去最多。党派別立候補者数出展、出典、7月2日、投票。 即日開票される。20時ちょうどに発表されたマスメディア各社の開票速報では、都民ファーストの会が議会第一党に躍進、また都民会並びに公明党、生活者ネットな小池知事を支持する勢力が半数を超える圧勝となる一方、自民党は第一党は愚か獲得議席が過去最低を下回る、歴史的敗北を喫するという情勢が伝えられる。出典 地区別結果都民会公明党、生活者ネット自民党共産党民進党維新の会配信日時は、投開表日の2017年7月2日を基準とする。ありがとうございます。